ラチブシ公国は中世ポーランドの分裂期に成立したシロンスク公国軍の一つ。首都は高地シロンスクのラチブシュ。1163年に神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の後ろ盾を受けたボレスワフ一世とミエシュコ一世兄弟が、叔父のポーランド大公ボレスワフ四世から世襲領であるシロンスク公国を取り戻した後、1172年にラチブシ公国はラチブシュ、コジュレ、チェシンを中心としてミエシュコ一世の領土として作られた。1177年、ミエシュコ一世の叔父のポーランド大公カジミエシュ二世からビトム、オシフィエンチム、ザトル、プシュチナ、シェビエシュの地を与えられ、ミエシュコ一世の小さな公国は初めての拡張を見せた。さらに1202年、ミエシュコ一世は、甥のヤロスワフの死後ブロツワフ公国に併合されていたオポーレ公国を取り込み、オポーレラチブシ公国を形成した。1281年に、ミエシュコ一世の孫のオポーレ公ブワディスワフ・オポルスキが死ぬと、息子たちは再びオポーレ公国とラチブシ公国に分割。1290年にラチブシ公国が創設され、ブワディスワフの罰子、プシセミスワフが、公くらいについた。この時のラチブシ公国には、ボジュスワフ、ジョルイ、リブニク、ミコーフ、プシュチナなどが含まれていたが、以前領土だった一部が、チェシン公国とビトム公国の創設に使われた。1327年に、プシセミスワフの息子レシェクは、ボヘミア王ヨハン・フォン・ルクセンブルクに対し臣従の礼を取り、ラチブシ公国は、ボヘミア王官僚の放土となった。レシェクが1336年に跡継ぎを残さずに死ぬと、ヨハンはプシセミスルケのオパバ公ミクラーシュ2世に与え、オパバラチブシ公国を形成した。1521年にヤン2世ドブルイの下で再びオポーレ公国と統合するまで、ラチブシ公国は幾度も領土変更が行われた。1532年のヤン2世の死後、オポーレラチブシ公国は1526年以降のボヘミア王であるハプスブルク家の支配下に入った。公国はホーエンツォレルン家のブランデンブルク・アンスバッハ辺境伯、ゲオルクに相続され、後に短期間バーサ家の担保となり、最後は1742年にプロイセン王国に併合された。1840年、ラチブシ公の称号は、ホーエンド・エシリングスフィルスト家の公家に与えられた。ありがとうございます。